ウミガメのスープってあるじゃん。ああ、水平思考がどうのこうのって。小笠原で食べれるらしいよ。そっちの話？ウミガメは見た目の通り亀の仲間で、どれも名前の通り海で暮らしてて陸にほとんど上がらない。水のイメージが強い亀の中でも特に水中で暮らすことに特化している亀だね。手とか他の亀とは違うもんね。よく見るミドリガメとかクサガメなんかの水性の亀だと指の間に水かきがあるっていう形だし、ウミガメに似てるスッポンモドキでもここが指だなってわかるけど、ウミガメは指って感じで一体型の手っていうよりもヒレって感じになってるね。あと確かウミガメって首とか引っ込められないんだっけ？うん、ウミガメの甲羅って大きさの割に薄かったり、頭も大きいからか、甲羅にこもるっていうのはできなくなってるよ。じゃあ、プロトーガとアバゴーラは殻にこもるって何にこもってるんだろ？心を、閉ざしてるんだよ。そんなポケモン嫌だわ。まあ頭とかヒレは硬いし、引っ込められないって言っても、ちょっとはキュって縮こまれるから付け根の柔らかいとこは守れたり。基本的に天敵って小さい頃は大型魚に丸飲みにされたり、海鳥にお持ち帰りされちゃったり、大きくなると天敵は少ないけど、サメとかの攻撃力に極振りしたようなのが相手だから、さっさと逃げちゃった方がいいのかもね。まあ甲羅もあれば盾にもなるから致命傷は避けやすいだろうしね。あと一応防御姿勢っていうのはあるんだけど、これ守れてんのか？下からは守れるんじゃないかな。それに呼吸だってしなきゃいけないから、ずっと潜ってるわけにもいかないんじゃない？それもそっか。まあ1時間ぐらい潜ってられるけどね。それでも魚と根比べしたら負けるわな。で、呼吸が肺呼吸ってことは、当然卵も水中じゃ窒息するから陸に産まなきゃいけないってことになるね。一生懸命砂浜に上がってくるのとかよくテレビで見るよね。涙流して卵産むシーンとかさ。まあただの濃い塩水だけどね。うん、まあそうらしいね。ウミガメってご飯とか食べるときも海水ごと飲んじゃうから、そのまま溜めてると塩分過多でえらいことになっちゃうから、余分な塩分を体から出すんだけど、それが目の横にあって、そのせいで涙みたいに見えるって感じで、だから別に産卵の時だけじゃなくても海の中でも出てるよ。ウミイグアナにもあるな。確かあっちは鼻だけど、ウミイグアナと同じだったら鼻水流しながら卵を産むってなってたのか。目の横でよかったね。で、陸に上がったお母さんガメは、だいたい60センチくらいの深さの穴を掘って、そこに100個くらい卵を産んで埋めて、海に帰っていくっていうのを、だいたい2週間おきに3、4回程度繰り返すよ。すごいいっぱい産むんだね。って言ってもみんなが大人になれるわけじゃなくて、昔は5000匹に1匹とか言われてて、最近じゃもう少し確率が高くて3000分の1とか言われたり、少し曖昧なんだけど、だいたいそのくらいは生き残る感じだから。1個体あたりで見ると、毎年だったり2、3年おきくらい産みに来るから、生涯で3000から5000個ぐらい産む感じで、1生涯で産んだ卵のうち1匹から2匹ぐらい。だいたい、乃木坂の3期生の合格倍率くらい生き残れればいいって感じだね。多いのか少ないのかわかんねえよ。生まれた子ガメたちは、自然界の確率にただただ身を任せてるわけじゃなくて、必死に抗って生きていくんだけど、その中でも有名なのがフレンジーっていう学生状態だね。産み落とされた卵は、だいたい同じくらいに生まれて、地上に這い出てきたら、2日くらいは、このフレンジーっていう状態のおかげで飲まず食わず、不眠不休で泳ぎ続けて、とにかく沖に向かっていくよ。男塾でしか見ないような荒行だ。こんなにちっちゃいし、陸地じゃまともに動けないから、鳥とかタヌキとかカニなんかにも襲われるし、海の中も、浅瀬は生物の密度が濃いし、大きな魚とかに襲われちゃうから、少しでも安全な沖合に、一目散に向かってくってわけだね。向かってる最中に襲われることは当然あるだろうし、沖に着いたからって絶対安全ってわけでもないだろうし、大変そうだわ。そうやって沖合で暮らしながら、クラゲとかを中心に食べて、ある程度成長したら、また浅瀬の方に戻ってきて、行ったり来たりで忙しいね。今度は捕食側に回って、いろんなものをたくさん食べて、さらに体を大きくするわけだね。何食べてるの？雑食で、イカとか魚とかも食べるんだけど、種類によって、その中でもよく食べるものが違ってて。代表的なのだと、赤ウミガメとか、青ウミガメにタイマイなんかは。赤ウミガメは、エビとかの甲殻類とか貝が好きで、青ウミガメは、海藻とか植物をよく食べるし、タイマイは、海面をよく食べたりするから。戻ってくる場所も、赤ウミガメは浅いって言っても、それなりに陸地から遠くて、人からしたら、結構深くね、ってところだったり。青ウミガメとタイマイはかなり浅いところまで戻ってきたりで、食事の個性で変わってくるの。ちなみに例外もいて、オーストラリア付近にいるヒラタウミガメは
アオウミガメと同じで海藻なんかが好きで、比較的陸地に近い浅いとこにいるカメなんだけど、他のウミガメよりも赤ちゃんが大きくて沖合の方には行かないで、そのまま大人とかと同じ浅いとこで暮らしてるって言われてるね。ウミガメって一言で言っても結構違うもんだね。けどさ、ウミガメってみんな似てるから見分けるの難しくない？水族館でも同じとこにいるから、こいつ誰？ってなるし、色とか模様とかは似たり寄ったりだしね。ただ日本の水族館にいるカメってほとんどが青ウミガメか赤ウミガメか大枚だし、野生のも日本で見られるのはよっぽどのことがない限りこの3種類で、見るポイントさえわかればそれほど見分けるのは難しくないよ。どこ見りゃいいのさ。基本的には頭の大きさと形、目と目の間、それと甲羅の形だね。頭の大きさと形は、一番よく見る青ウミガメは大きすぎず小さすぎずそんなに特徴がないんだけど、赤ウミガメはエビとか貝とか硬いものを好んで食べるせいか頭が大きいのが特徴で、英語だと大きな頭ってことでロガーヘッドタートルって言われてて、タイマイは海面とかイソギンチャクとかを取るために岩とかサンゴとかの隙間に顔を突っ込むから、上から見るとわかりやすく細くて、英語だとホークビルタートルっていうように鳥みたいにくちばしも長いのが特徴的だね。頭でっかちと鷹のくちばしか。ちなみに青ウミガメはグリーンタートルだよ。緑ガメじゃん。で次に目と目の間、これは鱗の枚数と配置だね。青ウミガメは縦長の大きな2枚の鱗が並んでて、赤ウミガメは4枚の丸みのある大きめの鱗が鼻の方から少し広がったように並んでて、その真ん中に小さな鱗があったりなかったりの4から5枚、その上にある鱗と一緒に見ると桜の花みたいになってるのが特徴かな。でタイマイも4枚なんだけど、赤ウミガメに比べるとまっすぐ並んでて、青ウミガメの鱗を横に切ったような形だね。ただ鱗に関しては剥がれてたり崩れてたりすることも多いけどね。怪我とかでそうなることもあるわな。まあそれでも全くないとかじゃなければなんとなくはわかると思うよ。で甲羅の形だけど、青ウミガメは丸に近い形で、赤ウミガメは前が幅が広くて後ろは細い宝石とかのティアドロップとかギターのピックみたいな形だね。でタイマイは全体的な形は青ウミガメと赤ウミガメの中間みたいな形で見分けづらいんだけど、後ろの方の側面が大きくギザギザしてるからそこを見た方がわかりやすいかな。タイマイって別光とかの材料じゃなかったっけ？綺麗なんじゃないの？一応甲羅が綺麗なウミガメってされてるけど、綺麗ってだけだと他のも綺麗だったり、それに苔とか生えててわかんないってことが多いから参考にするのは難しいかもね。とまあこんなとこ見ればこの3種類は見分けられて、ついでに言うとこの3種類含めて全部絶滅危惧種だったりするよ。そんなん食べちゃっていいの？島の伝統を守るってのもあるけど、小笠原の青ウミガメは増加傾向にあるみたいだから一応は大丈夫みたい。増えてるっていうのもあるのか。1年で取っていい数が決められてるし、それに産卵場所になる砂浜があるっていうのも重要で、産卵場所って砂浜ならどこでもいいってわけじゃなくて、波にさらわれないようなところで適度に湿度が保たれつつ岩なんかがなくてって感じで、砂浜とその先の植物とかが生えてるところの境目ぐらいはいいんだけど、結構こだわるんだ。そういう場所がないといつまでも探して結局産まずに海に帰ったり、探し求めた挙句変なとこに挟まって動けなくて死んじゃったり、諦めて産んでも条件が悪くて孵化しなかったりするし、産んだ後も人が入ったりで踏み固められて出てこれなかったり、中で踏み潰されちゃったりってこともあるから、きちんと増えることのできる砂浜があるっていうのが大きいみたい。産んだら卵を回収して生まれたら話とかやってるけどどうなの？一応そういうのも効果がないわけじゃないけど、いろいろ問題があって、わかりやすいのだと生まれてすぐに海に返すわけじゃないからフレンジーの効果が切れちゃってたり、放流会みたいな感じでイベント的にやるのだと昼に行われることが多いから捕食する側が起きてて狙われやすいとか、それに細かいことを言えば生まれてくるオスとメスの比率とかね。ウミガメも TSD だっけ？そうだね。卵の時の温度で性別の割合が決まって、ウミガメの場合は 29.3 度くらいでオスとメスの割合が半分くらい、そこから1度ずれたらほぼどちらかになるくらい細かい設定なんだけど、野生本来の環境って砂の中で微妙な温度の勾配ができてて、なおかつその年の気温によってオスが多かったりメスが多かったりっていうのが起きることで、野生下でのオスとメスの比率っていうのができてるはずなんだけど、人の手で孵化するとそういう自然界でのバランスを再現するのは難しいから、そりゃ無理だわ。もちろんそういうことに対策したやり方をしているところもあるし、そうせざるを得ない事情とか、環境改善には時間やお金がかかるからやらないよりかはやった方が良かったりする場所もあるし、
放流した亀を追跡して大人になったのを確認したりもしてるから、無駄で意味のない行為ってわけじゃないけど、砂浜を守るっていう最低限の行動が最も効果的にウミガメを増やすことではあるみたいだから、それを目指すのがいいと思うけどね。ってことで小笠原にウミガメ食べに行こう。この流れでそれはもうサイコパスだよ。